こんにちは。スピリチュアルの女神です。ツインレイ男性は他の女性に目移りや浮気をしないの？ただ一無二のツインレイに出会った男性は他の異性に関心がなくなると言われていますが、生涯他の異性に対し目移りや浮気をしないのか気になりますよね。結論としてはツインレイ以外の異性に目移りはしても実際に浮気はしないです。今回はツインレイ男性が浮気をしない理由について解説したいと思います。ツインレイ男性と浮気の関係、ツインレイ男性に限らず男性は女性より浮気しやすいイメージがありますよね。実際は性別に限らず浮気する人はする、しない人はしないですが、それを踏まえて唯一無二のツインレイに出会い統合したツインレイ男性は生涯浮気しない人になります。ツインレイ男性が生涯浮気をしない理由は、簡単にできるからしない、意味がないし無駄だから、相手は自分だから、詳しく解説していきたいと思います。男性霊が浮気しない理由。1、簡単にできるからしない。ツインレイ男性にとって浮気は簡単にできることです。なぜかというと、ツインレイ男性は整った顔立ちをしていたり優しい性格なので、黙っていても異性が寄ってきます。黙っていても言い寄ってくる異性に対し、寄ってくる異性にうんざりして距離を置く、来るもの拒まず受け入れる、来るもの選んで受け入れる、このいずれかで対応してきていますが、ツインレイ女性に出会い統合すると他の異性との接点すら避けようとします。おそらく他の女性やツインレイ女性を傷つけないようにしているのだと感じます。ツインレイ男性はもともと異性に人気で、浮気しようと思えば簡単にできますが、簡単に人を傷つけることも分かっています。2、意味がないし無駄だから。ツインレイ男性は浮気には意味がないし無駄だと感じています。統合後のツインレイは自分が生まれてきた意味や使命をはっきりと知ることになります。自分の向かう道がしっかりと見えているので、浮気、浮きはついた気は意味がない上に無駄だと理解しています。 3. 相手は自分だから。ツインレイはお互いにハイヤーセルフを強要しています。ハイヤーセルフとは高次元にある意識のことであり、その強要により相手の思っていることが口に出さなくてもある程度わかってしまいます。そのため相手との一体感が常にあり、他の異性が入り込む隙間や空間がありません。ツインレイ男性は浮気をしない理由についてまとめると、ツインレイ男性が生涯浮気をしない理由は、簡単にできるからしない、意味がないし無駄だから、相手は自分だから、この3つとなります。何度も輪廻転生を繰り返し、地球での最終段階の学びをクリアするため、自分自身の傍らに出会う目的を持ち生まれてきたツインレイ。浮気といった遊びや低次元的なスリルは全く興味がないです。以上、いかがでしたでしょうか。皆様のご意見ご感想をどしどしお待ちしてます。チャンネル登録よろしくお願いいたします。